ですね、そのもうオフィスも移転したりとか、こう結構大掛かりなプロジェクトだったと思うんですが、はい、その流れを具体的に教えていただきたいと思います。はい、まずプロジェクトの経緯なんですけれども、そのいきなりこうロゴを作るっていうものではなくてですね、ライフルっていうサービス自体はですね、実は2014年にすでにありました、はい、でそれはあくまでもサービスとして今後、ホームズ以外の新しいサービスを生み出していこうっていったところで、そのライフルっていう称号をつけたんですね、うん、それはな、まあ、なぜかというとライフをフルにしていくっていったところで造語なんですけども、はい、ライフルっていうふうにしています、はい、でこれは商標の取り方とかそういったところも結構メリットがあるので、はい、そういったところでそのライフをフルにっていうライフルっていう称号にしてるんですけども、あとそのサービスをその今後、まあ、我々ホームズだけではなくてその住まい領域のところからもっといろんなサービスを拡充していくためにその未来に向けて100の子会社を、まあ、排出計画みたいなのをここの時代ぐらいからですねちょっと計画をしだしましてですね、うん、そこで、まあ、ライフルっていうものを作サービスが発足しています、はい、ただですね、ホームズっていう事業があって、まあ、こちらも皆さん多分 CM とかでご存知かもしれないですけども、まあ、ホームズっていうものがすごい認知はされるんですけども、ただライフルっていうサービスなど2014年に聞いてる人ってほとんどいないと思うんですね、はいはい、でさらに、先ほどその会社がネクストっていう会社もあるんですね。そういった時に、いろんな名称とかそういったものが、まあ、ユーザーに全く響いてない状態なんですね、うんうん、ホームズってつながりがないにくいものですかね。だからそれはユーザーだけではなくて、例えばその IR だったりとか、うん、あとは人材採用とかそういったところ全てこう結ばってない状態なんで、割とこういちいち説明したり気が付いてもらうのに相当こう遠回りをしているんで、かなりこの辺をどうにかしたいなっていうのがもう2009年ぐらいからありました。はい、なので統合ありきというよりはこういった問題がずっと10年ぐらい抱えてた問題になってます。はい、でそろそろこれどん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 後回しにしてってもそのズル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 いってしまうんで、どうにか検討できないっていうのが2015年の、まあ、11月とかそのくらいですね、ありまして、でそこからじゃあ実際これどういうふうに変えていったらいいの、その時の、メリットデメリット、あとはリスクどのくらいあるのかとか、あとは実際コストってどうなので、あとはその統合とか統廃合した時のまあそうですね、メリットデメリットをやりながら、うん、まあ、可否をここで決定しようみたいなところが、まあ、第一段階ですと。でそれがもしクリアした場合に、まあ、準備と調整といったところで、まあ、大体春から夏にかけて、ブランドプロデュースがバリューと設定したりとか、あとサイトどうするのとか知財どうするのとかそういったところを調整しながら、で、まあ、それがうまくいったら、まあ、8月から統合準備しながら告知もしていく。で最後その2017年の4月ですね、今年の4月ですね、はい、ここに向けてどうにかリリースできるのかっていったところを、まあ、検討を始めたっていったところがありますと、うん、はい、はい、でいろいろ計算とか膨大な資料を作りながら、うん、これはもしかしたらまあ多少リスクはもちろんあるんですけれども、やっぱここは、マスターブランド戦略で統合していった方がきっとおいおいいいことがあるんじゃないかっていったところで、まあ、決議して、その後、夏ぐらいまで問題なくというか結構まあ現場は大変だったんですけども、統合プロジェクトを進めていきました、はい、で、今見えているライフルっていうロゴがあるんですけども、これもともとサービスのロゴで開発してもしたものだったんですけども、せっかくライフルっていうその自分たちを体現しているそのロゴというか商標があるので、そちらの方をちゃんと会社の方にも結びつけましょうといったところで、まあ、当時は、思っていましたというところですね、はい、ただやっぱサービス用に作っていたんで、会社にこれを当てはめた時にどうなっていくかといったところは、ちょっと自分がその2014年ぐらいからそのブランドを全体を管理をしていく中で、ちょっとこう疑問に思っているところも多少あったんですね、うん、これを全部のサービスにその100社、はい、そうですね、100社になった時にこうなっていった時に、これってユーザーが見た時にどのサービスか分かるんだっけとか、そうですね、ライフルっていう、いわゆるこの大きい会社名というか大きなその母体は分かるんですけれども、はい、一目見た時にどういったサービスをやってるかっていうのは分かりにくいんじゃないかなっていったところはずっと気になっていましてですね、はい、
で、まあうちのデザイナーも割と優秀な人が多いんで、あのそこ気がつかないわけがないんですよね。はい、なのでこれでいい よくないんじゃないって言ったところで、割とこうデザイナーの子たちがですね、あの声を大にしてこれ変えた方がいいですよみたいなところを言い出しましてですね、これが大体8月ぐらいなんですけども、8月、そうですね、さっきのスケジュールでいくと、ね、そうですね、はい、結構後の方というか、そうですね、もう告知もリリースする頃みたいな、そうですね、なので最初そのスケジュールありきでこれ間に合わないからロゴを変えるとしても、まあここだけの話なんです、ここだけ、はい、ここだけの話、ね、今年だねみたいな話をちょっとしてたんですけれども、はい、まあ、無理やりねじ込んだ感じですね。すごい大変だったんですけどもうん、うん、ただまあなので今そのサービスが増えることでその識別性が悪化するっていったところももちろんあるんですけども、うん、ちゃんとロゴとして企業の価値とか目的ってものを反映してユーザーとのコミュニケーションをちゃんと円滑にして、でそのロゴ自体がまあ進化したりとか成長したりして、その新しい環境にも適応していくみたいな、そういったロゴが作れないかなっていったところで、うん、まあダイナミックビジュアルアイデンティティって言われてるんですけども、そんなものを参考にしながらちょっと新しいロゴの開発をチャレンジしてみないかっていったところが8月ぐらいですね、はい、でまあ8月からどうやって考えて、まあそうですね、そのちょっと疑問に思ってた期間がまあ春ぐらいからあったんで、他のクリエイティブエージェンシーさんとかとちょっとこの辺のロゴを改良するにはどのくらいの期間とコストかかりますかみたいな話は自分の中で裏でしてたりはしたんですけど、まあ、結構難しいですね、この期間じゃできませんみたいなところもあったりしてたんですけれども、まあ実際じゃあやりましょうって言った時に、例えば間に合わないかもしれないじゃないですか、そうした時にそうですね、パラレルで2つのプランを動かしたんですね、その、はいはい、そのまま行った時の場合と、あとは開発しながら行けるかどうかを確かめながら、はい、2つ、なるほど、はい、検証しながら、そうですそうです、はい、その時のまあコスト換算とか、あとは期間換算とか、どのくらい人が必要かとか、うん、そういったところを計算したのがこれなんですけど、まあ大事なところはモザイクかけてます、ね、はい、そこがリアルですね、そうですね、はい、でこんな調整をしながら、そうですね、ただ会社で社内でやるには大変なんで、はい、ちょっと心もとないところもあるんで、ずっといろいろ相談をさせてもらってた、まあ、元 JWT の、シニアクリエイティブディレクターの川崎さんなんですけども、はい、この方にちょっとアドバイザーとして入っていただいて、どうにかこの期間で仕上げるみたいな、そうですね、大体10月から12月で、まあ年ちょっと明けて1月ぐらいまで微調整をしながらみたいなところで進めていました。はい、でこの方今弊社に来ていただいてます。そうですね、そうなんです、はい、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとですね、ご質問もいくつか来ておりまして、はい、成尾さんですね、もう授業中に聞けると思うんですが、企業カラー、ブランドカラーがオレンジっていうところは後ほどご説明いただけますか。そうですね、オレンジについては説明できるかな。そうですね、はい、でちょっともうちょっと待っていただいて、そうです、ね、この後ロゴが、ね、決まっていただいて、そうですね、もし話し始めたらまたそこでお答えさせてください、はいはいはい、でですね、新井さんなんですが、ライフルのコンセプトってどうやって決まっていったのでしょうか。なるほど、コンセプトのところなんですけれども、はい、これライフルのコンセプトというか、うん、そのまず最初に新しくその海外も向けてその新しくサービスを展開するっていったところがあったんですね、うん、はい、でその時にホームズとかネクストっていうのがその一般名称なんで商標が通らないっていうことがあります、うんうんうん、はい、いわゆるその法的なところですね。でそこで実はこれも社員から、何十案公募してですね、はい、それでその中から、はい、これが一つ選ばれたんですけども、うん、その時もただこう言い回しとかコンセプトがいいだけではなくて、何カ国かの調査をさせてもらって、その中でネガティブな要素があるかないかとか、何かこう問題があるかみたいなのを全部調査をしながら、決めていったんですね、うん、ただやっぱりここの一番根底にあるのはライフをフルにするっていったところはすごい役員とか、うん、あとはボードメンバーもすごい納得していたんで、ここはすごいそうですね、コンセプトと自分たちがやっていきたいことっていうのがマッチしてたんで、すごいいいなっていう、自画自賛ですいません、はい、すごく浸透してたんですね。そうですね、ライフ、そうですね、納得感があって、
ったものになってます。はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。